とある YouTuber が俺の西成の店に来て、もうサッカーボールパンパン蹴って扉とかにぶつけたりとかして、もうこれ完全に恋やねんけど、でそれ YouTube に動画アップしてて、挑発的な動画、俺写真でもう殺害予告かなっていうぐらい殺すぞとか、俺のこと名指しでな、そういうことが上がってて、さすがにちょっとこれは動画で報告しなあかんなって、なんかジョー君こんな動画上げられてますよみたいな。じゃあ生き様 TV って言ってチャンネル登録、まあ、3万人ぐらいおる、まあ、割と3万人って言ったら数字ある YouTuber なわけやん、ってことはやで、まあ、言ったらファンの視聴者さんがおったりとかするからさ、俺見てみてんや。なんでなんかな、よく分かれへんねん。俺そいつに何したんかなって、会ったこともないし見たこともないし、で動画とは別にコミュニティページの方を見たら、 YouTuber って金持ちなんやみたいな、ただのはったり野郎どもやろうみたいな、やらせやってたよねみたいな、やらせとかやってないし、えジョーブログ殺す勢いでラップします、嘘じゃないですはーいみたいな、普通にこんなん3万人とかおる YouTuber がやで、こうやって画像上げて殺しますとか人のこと名指しでやったら、もう殺害予告と捉えられかねないから、どういう気持ちで言ってるのか。で他にもこれ消えてるやつもあんねん、うん、でもこれ視聴者さんが送ってきてくれてるから完全に保存されてんねんけど、全部ジョー君そろそろ俺切れてるぞとか、お前ええ加減半端な動画出してたら殺すぞみたいな、ジョーブログ調子乗って女、俺の好きなあかねちゃんバチバチっと舐めとんか女、うん、芝居たるジョーブログ、みんなでいじめや、どうないする、守ってみろやジョーの仲間よ。ちょっと待って、あかねちゃんって誰やねんな、もうこの人の過去の動画とか見てんやん。じゃあまあいろんなドヤ街、西成とかも来とったし、山谷とか寿町とかいろんな全国のドヤ街とかで、まあ言ったら妊婦たちとか、うん、働いて日雇いとかやったりとかして、その生活とかをこうレビューしてんねんやん。で普通にええ動画やねん、しかも普通に喋ってんねんな。ただやで、もうこんな動画上げたらやで、もう人を誹謗中傷するとか嫌な気持ちにさせるような動画とか上げたら、もう過去のそういう動画も台無しやし、今までついてきてくれた視聴者さんとかそういう人らもほんま嫌になって離れていくわけやねんな。でこの人の視聴者さんどう思うんかなと思ってコメント欄とかパーって見たら、なんか病気やとか、なんか病名とか書いてやってんな、で病気なんかなとかこうやって言われてるわけやねん。やったらやで、もうこの人の周りの人友達とかおるわけやん、なんかもう病院連れてったれよ。でも病気やからって許されることじゃないからな、俺やられてんもん、病気やからはいみたいな、オッケーみたいな、こっち言われへんもんな。傷つくし、普通に腹立つし、あえて殺すぞとか言われたら警察連れ出せるわけやねん。言うたらな、この人がまともなこと考えれる人間なんか俺どうかっていうのは正直わからんけど、もうこれ見てやで、もうこれ以上なんか俺になんかしてくるんやったら俺もうさらりと警察行くで、もう普通に出れるとこ出ようかなと思ってるし、もうそうじゃないとやられっぱなしっていうの嫌やからさ、まあ、普通に多分警察行くと思うわ。人や物とかに自分がどういう気持ちかわからんけど、もうなんか当たったりとかそうやって牙向けたりとかするって、自分で自分傷つけてるだけやと思うねんな。他人に誹謗中傷したりとかさ、特定の人物傷つけたりとかそういうようなことするんて、やっぱもう他人の家に勝手にもうゴミパーン投げてるぐらいダサいと思ってんねんな。これ見てちょっとまともな考えあんねんやったら、もう誠意ある対応よろしく。表現するってことを動画上げるってことは誰か満足させるために撮ることやん。しかも俺のな、従業員とかやっぱお客さんとかその店、うん、みんなで従業員であの店作ってるわけやねん。そこに来てくれるお客さん、楽しい思いで来てくれるお客さんおるわけね。この動画見たらやっぱ悲しい気持ちになるし、やっぱ心配なんねんな。なんか変なやつ来るんかなとか、この人のもう周りとか友達とか、あと視聴者さんも含めて、もう止めたって、うん、もう心配っていうのはもう言動だけじゃなくて、もう行動でやって、ほんであんた謝ってくれ、まあ、謝ってくれたらやで、もう一回ぐらいシュートやってもいいかな。あかんやあかんや、まあな、うん、次はおもろくやって。それがエンターテイナーちゃいますの。うん。